はい、今日はついにね、ひなたひまりのピアノを買いに行きます。ひながいつも遊んでるあのちっちゃいピアノ、これ、うん、これじゃあなんかあんま練習にならないというか、もうちょっとレベルアップするには、まあちゃんとしたピアノ買った方がいいということで先生に勧められたので、今日ピアノを物色して、もしいいのがあれば買いたいと思います。誰来た？どうぞ。はい、いらっしゃい。来ました。もうそろそろ時間だから行こうか。よし、行こう。ゴーゴー、行くよ。はい、到着しました。今日はね、島村ガキさんにお邪魔します。はい、行きますよ。はい、ピアノたくさん選べますよ。全然わかんない。ちょっとありすぎじゃない？誰誰誰？ピアニカがいいな。シナ、ちょっとさ、こっちの方で何か気に入ったのある？どれ？これ？白いのがいいの？ひなたはやっぱり白いピアノがいいようです。これ何？ 14,800円。え、何が？あ、こっちか。あ、カーペットだった。ひな、ちょっと聞いてみようか、ほんじゃ店員さんに。いや、面白い。いろんな、ちょっとわかんないよね、ありすぎて。予想以上だ。俺、3、4種類かと思ったらめちゃくちゃあるね。メーカーによっても種類がいっちゃう。あの、どう違うんですか？あ、ピアノ。ピアノです。あ、そうです。ですね、かなり数が多くて、そうなんです。難しいんですけど、大きく分けると2つありまして、はい、まず、じゃあちょっと見てもらおうかな。カレオカさん、何色してる？白色してるね。っていう感じで、ここがまずプラスチックでできている鍵盤っていうものと、あとはちょっと見えないんですけど、中にスピーカーっていうのが入ってて、それがいくつ入ってるかによって聞こえ方が変わりますね。木のね、木目がね。こちらは木製の鍵盤のようです。へー、なるほど。鍵盤が、まあ、木製鍵盤、木を使っている鍵盤の2つに分けられて、よりやっぱりタッチ感とか近い方がいいかなってなってくると、まあ、こういうピアノの方が弾きやすいってやってます。試し弾きをするひなた。おー、すごい上手。上手じゃん。どう？弾きやすい。弾きやすい。白がいいの？ひなちゃん、白がいいの？これどう？ひなちゃん、このピアノどうですか？そうなんですね。2人習ってるからね。あ、誰か、スインピアノってやつやってみます。あ、そんなんあるんですか？同じ音で違う場所で同じ音階に変える機能があるようです。さっきと高さが、あ、ほんとだ。ここが真ん中の音になってて、半分こで練習できるんだって。これが何候補？どうやらこのピアノが気に入ったようです。これにするの？これにする。バーバー、これにする。ちなみにこちらの金額なんですか？税込みで。あとはちょっと保証とかが入るかどうかに見せながら買ってきますね。まあ、しょうがないわね。いらっしゃいない。お値引きは？値引きはね、してないんですよ。申し訳ございません。お値引きしないですか？ただ、今、プレゼント類がめちゃくちゃあるので。今、ねえねえがさ、あれがいいって言うんだけどさ、今はあれでいい？おにぎりとどっちにする？え？おにぎりがいいんだって。ピアノの方がいい。ひなピアノがいいね。いいよ。ひなピアノで、ひまちゃんおにぎりね。おにぎりか。ピアノ。
買います。はい。じゃあお願いします。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。バイバイって。届くの楽しみだね。いいなぁ、いよいよ今日だね。うん、いよいよ本日ピアノが我が家にやってきます。ついに来るよ。ひなが楽しみにしていたピアノが。ん、ひな何書いてんの？手紙。誰に？ばあば。ばあばに書いてんの？ピアノを買ってくれたから。そう。あ、ばあばにお手紙書いてんの？もうちょっとで来るからね。よし、じゃあもうちょっとや。楽しみだな。ひな、今ひよ、来たよ。はい、早く早く、はいよ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 、はいはい、来た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 、早く早く。あ、ここで待っとって、呼んでくるから。ひまちゃんも行く？うん。おピーピー。おー、すごい。いた。できたって。早く早く。ピアノの組み立てが終わったようです。おー、すごい。あー、いいじゃん。これ。いや、やったね。嬉しそう。ありがとうございます。はい。うん、いや、できて。ピアノ来ましたか？上にあるよ。見てて。3階ね。見て、ここ見せて、見せて、やっと来たね。わー、来たよ、みんな。どれ？わー、あら、意外と一緒になかったね。私は持てるよ。よかったね。あれ、あ、来た、来た、ケンちゃん買ってる。すごいね。なんか思ったよりシロじゃないね。パーマお手がいた。ありがとう。え、ヒノ読んであげないと。パーマへピアノ買ってくれてありがとう。ミッキーマウスを頑張って練習したから聞いてください。ひなたより。はい、ありがとう。もう書けるし、もうないし、ピアノも上手だし。閉めといて。次はひまちゃんで、あ、なんか照れてる、なんか照れてる。でもすごいじゃん、さあ、ギターさあ、いつまで弾けるんだ。
ね、今咲いただけなの。すごいね。また次聞かせてね。新しいピアノでたくさん練習しようね。すごい。明日いっぱい遊んで。ねえねえ、今度やって。ここに立って。何やってるの？今踊りしてる。あ、踊りしてんだ。あそこに赤ちゃんがいましたー。イエーイ。パーソラロベアリセアレゴロ。新しいピアノが嬉しくてしばらくはしゃいだ三姉妹でした。パパありがとうございました。あ、いいえ。パパありがとうございます。また行かせてね。発表会も行くね。発表会あるからね。